どうもこんにちは、ジゴサンキューチャンネルです。今日は動くサンキューチャンネル、たくさんこの冬は買い物をしました。なんでその買い物したものをバンバン開封して組み立てていこうと思います。では早速開封どんどんしていきます。まずは皆さん、おなじみのこれ Amazon で買った商品です。いただきます。まずこれ、これなんですよ。そう、今回買ったのは三脚。おお、これで料理の動画制作であったり、まあ、配信にも使おうかなと思ってます。これを使うことによって多分しっかりとした動画これから作りやすくなると思います。あ、こうか。あれでも明らかにちっちゃいな。あ、まだ伸びるのか。わお、そうか、これ2段式か。なるほど。これからね、動画撮影はこの三脚を使って、まあ、室内でやったり外は使っていこうと思います。で、引き続きどんどん開封していきます。よいしょ。これ、この寒い季節を乗り切るための加湿暖房。あ、この1台でこの冬は乗り切りたいと思います。次はこれ、筋トレ用のインクラインベンチ。これやっていきます。お、あ、持て、引っ張り出すか。すげえな、もうできてんだこれ。やってきます。まあ、とりあえずねできたんで一旦これで終わりにします。で次がね、今日のメインデカブツやっていきます。これです。レンジ台を作ります。ニトリで買ったんで、こっちは多分ね割と本当にこう組み立てなきゃいけないと思います。まずは緩衝材巻き段、天板1、天板2、天板3、パイル棒3本、どっかの板5、ラックの骨組み、ラックの骨組み2、バッテンにして支える補助のやつ、角を持つやつ、工具かな、何かを引っ掛けるバー、キャスター AB、キャスター CD、 ネジセット、以上かな。
とりあえず立ちました。なんであとここの後ろ、ここ、こっちじゃねえか、どこだ、こっちか、ここの後ろに、バッテンを多分かけます、これから。おお、ここが電子レンジ、ここが電子レンジ、炊飯器、多分なんか野菜とか、一番下が置くところになります。上はどうしようかな、上ちょっと考えてないけど、何かにします。というわけで今回買ったもの開封組み立てでした。この手の動画ちょっとこれから作るか分かんないけど、今回はお試しみたいな感じでやりました。また元気で、バイバイ。